昔々あるところに正直者のおじいさんとおばあさんが暮らしておりました。ある日おじいさんが畑仕事をしていると可愛がっていた。これではどんなお話かわかりませんね。おじいさんは何を可愛がっていらっしゃったのでしょう。終わりでしょうね。どのようにすればよいのでしょうか。この方がお話にあった正直者のおじいさんなのでしょうか。これはこれは白姫様、お久しぶりでございます。そうなのですか。それは残念ですが、そういうものかもしれませんね。そういうものかもしれませんというのはどういうことなのでしょう。あなたは私をご存知なのですか。ええ、よく知っておりますとも。以前にお会いした時は小さくてコロコロとよくお笑いになり、子犬のように駆け回っておいででした。いや、お懐かしゅうございます。お笑いに駆け回り、やはり覚えていらっしゃらないですか。はい、大変心苦しいのですが。いえ、そう気にせんでください。何かの拍子にわっと戻ってくるかもしれませんし、忘れてしまうというのも一興かもしれません。楽しい思い出ならこれからもたくさん作れますよ。ありがとうございます。せめてあなたの愛してくださったこの里をあの時の綺麗なままでお見せできたらよかったのですが、あれよあれよという間にシミに食い荒らされて、このありさま情けのうございます。シミ、そういえば古い髪を食べてしまう小さな虫のことをそのように呼びますね。
が忘れているだけなのでしょうか。心当たりにまるでありません。何か少し可愛らしいような気もしますが。確かに私はその昔、この役目を担っていたのでしょう。ないか。ああ、白姫様、黒姫様、よくぞ白を取り戻してくださいました。おお、白や、またお前に会えて嬉しいよ。どうしてお前のことを忘れてしまっていたのか。シミとは本当に恐ろしいいたずらをするものですな。ほら。どこへ行くのかね、シロヤ。ちょっと待ちなさい。ほら。私の役目はシミを捕まえることなのですか。もしやあそこではお話通りのことが起きているのですか。ええ、ぜひ。確かに何が起きているのかとても気になります。それ以上に私の体がお話の続きを求めて勝手に動き出したよ。何もかもを忘れてしまう前の私は、お話が好きだったのでしょうか。
なんと、これは一体。まあ。ばあさん、ばあさん、ちょっと来ておくれ。あらまあ。何事ですか、おじいさん。うちの畑からこんな。シロがここでくるりと回ってワンワンと鳴いたんですよ。まるでここ掘れワンワンとでも言うかのように。それで何をそんなに必死なのかなと軽い気持ちで桑を振ったら、大判小判がザクザク。うちの畑にこんなものが埋まってるなんて思いもしなかったですよ。シロのお手柄ですね。ありがとう、ありがとう。このお金でたくさんごちそうを買ってあげようね。あのおばあさんは私たちのことが見えていないようですね。この世界で俺たちのことが見えて話ができるのはあのおじいさんだけだ。そういうものなんだよ。おじいさんは特別なのですね。お、あそこに人影があります。どなたでしょうか。隣人殿。隣のじいさん、まさかあんな宝を探り当てるとは。私は見てましたよ。あそこにいる犬のシロがここぐれワンワンと鳴いたところを掘ったんです。するとあの犬は宝の匂いを嗅ぐことができるってわけだな。シロを貸してほしいんですって。ああ、ちょっと畑仕事を手伝ってもらうだけだ。すぐに返すさ。しかし私はこの目でしかと見たんですよ。あのシロがあんたんとこの畑でククフリワンワンと鳴くところをね。たまたま拾った犬が大判小判を掘り当てるだなんて運のいいことだ。まさかその幸せを独り占めするおつもりかな。わかりました。白を預けてよかったのですか。
かし白が幸せを呼ぶ犬だとしたら、私たちだけがその恩恵に預かるわけにもいかないよ。ああ、それはそうですね。白ならきっとあの人にも幸福をもたらして、かたくなな心を解きほぐしてくれるだろう。きっとそうなりますね。大丈夫なのでしょうか。こっちに来るんだ。さあ早く。さあ宝はどこだ。どこを掘ればいい。いけません、乱暴なことは。無駄だ。あいつには俺たちのことが見えないし、声だって届かないし、触れようとしたってすり抜ける。これはお話。私がどうしようと筋はもう決まってしまっている。申し訳ありません。止めに入らなければと思ってしまって、ここにいる間はあれが本当に起こっていることなのか、それに君らしいと思った。やだやだ、なんて耳障りな鳴き声だ。宝を嗅ぎ当てられないのなら静かにせんか。もしかしてここなのか。さっきからここを踏み荒らすようにして吠えているな。でもおじいさん、隣の畑で鳴いていた時とはちょっと様子が違うような。しかしこうして引っ張っても引っ張ってもギャーギャーおめくばかりで進もうとせん。何かあるとすればここじゃないか。確かにそうですね。とにかく掘ってみますか。クワを。隣のじいさんたちがもうも簡単に手にした財宝だぞ。わしらだけ手に入らないなど大腹ではないか。なんだこれは。何か出ましたか、おじいさん。うっ、なんですかこの嫌な匂いは。この畑が痩せるようなものばかり。場所が違ってたんでしょうかね。いや、こいつはわざと嫌なものが出るところを掘らせたんだ。そうに違いない。黒筆さん、また大きな虫食い穴が。わかった、シミを探そう。ええ。
ままではあまりにかわいそうです。危ない。下がっていろ。危ない。俺が仕掛ける。あいつが飛び出してきたら空中でやっつけるから、落ちたところを抑え込め。はい。何でしょう、この感じは。さあ、こっちへ。最初に触れた炭はもっと暖かくて好ましい感触でした。それは白という犬を示していたからなのでしょう。だとすれば、あの炭は一体どんな言葉を封じ込めたもの。この役立たずが！シロ、すまんな。畑仕事中にじゃれついてくるもので手元が狂って頭に当たってしまった。なんということ。大丈夫か？シロはどうなりましたか？ほどの炭、とても冷たく恐ろしい感触がありました。指の先から体中が冷えてしまうような。
造史にはまだ続きがある。続き、あのお話に続きがある。何が起きるのでしょう。なかなか見つかりませんね。急ぐことはない。あいつらはこの絵像紙のこのページのどこかにいる。はい、今まで下ばかりを探しておりましたが、上の方にいるということもあるのでしょうか。木に登って隠れているとか。木の上は俺が探す。お願いします。見当たらないな。そうですか。私は何を考えているのでしょう。こんな時に。登りたいのか。木の上の景色が気になるんだろう。そういう顔をしている。おや、これは懐かしい。ああ、これはすみません。余計な真似を。お二人の邪魔をするつもりはなかったのです。昔のことを思い出して、ただただ懐かしく思い、それでつい声を。いえ、こちらこそ申し訳ありません。一体私はなぜこんなにいけないことをした気になっているのでしょう。いいえ、実際良くないことでした。シロを亡くしたおじいさんがお心を痛めているときに、私は木の上の景色が見たいなどと浮かれて。シロ姫様、なぜ謝りなさるのですか。そんな必要はございません。いや、シミを探さなければならない。脱線した。申し訳ない。そんな、脱線だなどとは決して。それよりもおじいさん、先ほどはそのは
何と申せばいいのか。私の捕らえたシミがあのようなものに変わるとは。そのせいでシロがあんなひどいことに。私がお話の先を作らなければあのようなことにはならなかったのでしょうか。姫様は相変わらずお優しい。しかし気になさることはありませんよ。仕方のないことです。隣のじいさんも悪気はなかったのでしょう。たまたまクワが当たってしまったというのですから。それに思えば、私は何度もこの仕打ちを味わってきた気がします。こうなることを知っていたような気もします。きっと、この物語が語られるたびに起こってきたことなのでしょうから、私にとっても、シロにとっても、避けようのない、ただ一つの運命です。どうしようもない。運命。お話は一つの運命をたどるもの。そういうもの、私などがそれを不幸せだと決めつけるのはきっと傲慢なことなのでしょう。続きを書くぞ。貸してみろ。